解とご協力をお願いいたします。なおこの列車は空調設備により換気を行いながら運転を行っております。あ、こっち。あ、いいっすよ、もう。あ、自分前乗ります。すいません、戸端のテルズ島でお願いします。テルズ島？はい。もうパクッと食してね。おっと、あ、ごめんなさい。いえいえ。今日のマッタケですね。待ってました。開きでね、僕一番好きなのこれ。ねえ、こちらフライと今日お鍋で食べますんで、フライもあるんですか。うわすごい。あ、今日のすみませんお箸。はい、お箸なんですけども。これがお箸置きで、縦がおすすめなんで。
っておきますが、ここにインスタグラムのアカウントが書いてますので、ぜひフォローして。気づかなかった。いや、もうフォローしてます。大丈夫。ありがとう。カレーの売り上げどうですか。おぉ、今度買いますね。ってキモソス残ったらシャリとウニ入れるんで、それは大事。入れることで宮古昆布の味がするから。あ、北海道もうなくなっちゃうんで。贅沢だ。日本酒お願いします。順番にね。なるほど。4月に、まあ、別なんですけど本が出ることになりまして、ストーリー50冊 Amazon から買ってた。 Amazon の方が Amazon の方がすぐ重版が決まるんで、ぜひよろしくお願いします。何の本ですか。スプーンでカニのように食べて、スプーンとお箸で。このスプーンもアマゾンで売ってますから。アマゾンが一番に決まってるでしょ。でもすごいな。わ、すごい。アナジャコ。アナジャコディップね。アナジャコにかけてるのはカニ味噌。その辺で取れたオクラです。美味しいな、その辺のオクラ。
普通の松茸のでっかいやつ。開きが一番香るんで、うん、一番好きなんですよ。全部入れるからね。ステーキイメージしてる。最後のヒレステーキ。そう。使ってもいいんだけど、香りがきつすぎて、あれ。すごい。最高。休みでも飲めますから。綺麗ですね。いやもう料理が一番、ね、すごい。もう本当皮がパリッと。あのね、醤油みたいなのってさ。
ちょっと蒸し食ってる一番香りが強いから あるだけなんで。これはすごい。これはすごい。気絶したら面白い。気絶の刃がね。昨日見に行ったんですよ。気絶の刃。映画ですか。息子と息子と全然見たんですよ。俺もっとドラマティックな人生だから。これが良かった。これ本当にうまい。これ本当にうまい。めちゃくちゃうまい。だけですごい。すごいですね。そう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 。あれぐらいだもんね。ああ。これはうまいな。どう？うまい。美味しい。これマスタードは使わなかった。そうそう。ありがとうございます。今食べたの。やば。だって小さいそれ。何回？大体85杯です。85。私はですね。リック、サワラちょうだい。あんだけのニアと相当でかいもんね。いやもう油もすごいから。今もううますぎて出したくなくなやっぱり。やっぱりこれ。やっぱりこれ。これやな。最高だ。タクシーやるね。タクシーやる。ちょっと違う。おお。ちょっと楽しませてあげて。楽しませてあげて。うまっ。砂糖貝って言った赤貝かの、まあ、赤貝だけど赤貝じゃないっていう。
はい、車エビホットドッグ。みんな言なんかね、車エビ。エス以外は。ちょっとエスが多いんで。白あんは大事。T シャツっておいくらですか。たったの5000円です。あ、うまい。なんか美味しい。求めに来。好きや言うとるやろ。そうそう、好きや言うとるやろが。まとらんで言っとるんや。あ、おいしい。いや、高弘さんが。これ日本のウニです。嘘、赤ウニ、赤ウニ。うん。このイカは何？ヤリイカ。ヤリイカ。その辺。違うウニよね。そうそう。あの、平田ウニって言って。そうなんですよ、結局中はもううまいんだからあれ使いたいっていうのを、そしてひいてはやっぱり海外に売れやすいんで、みんな海外になんか重箱みたいなのを売ってるけど、はい、あんな重箱代がいくら取られるのって感じになって、もっといいやり方もある。なんか投資する話はあるじゃないですか。話はあるあれって何年でどれぐらいのなんか回収っていう感じなんですか。まずほとんどっていうか今まで全て断ってきてるところ、はい、断ってきてる理由は、あ、すごい、その話が来る国とかそこの会社が商品を用意できない、はい、なんか権利とか、あ、その法的な問題とかそっちの方で合になる。うわ、すごい。ニューヨーク事故。ニューヨークで覚えたギャグですか？天童。まあ、あまり日本で覚えてない。だってニューヨークのお客さん、天童はあまりわかんない。わかんない。Thank you.
ね、だからショーを見ながら寿司を食べるとこれだけ楽しいわけ。わーとかキャーとかね。スフレスタイル卵焼きです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。